主殿、それは鰹節ですね。そうだよ。では、その鰹節を縦に裂いてください。こう？はい。縦に裂けましたね。毒はないと証明されましたので、さあ、ここに鰹節をずずいっと。鰹節は毒キノコとは違うんだから、これ以上はあげられません。そう。縦に裂けることでは、毒のものはいけません。